ハローエヴリワン、フードッツの柴田です。今私はですね、築地にやってまいりました。今日ご紹介したいのはですね、今日本のファストフードで一番熱いというですね、卵焼きと唐揚げ、こちらをご紹介したいんですね。この二大巨頭とも言うべきですね、食べ物を提供している丸武さんと唐揚げの天才をご紹介したいと思います。ちなみにですね、丸武さん、演出家のテリー伊藤さんの実家としてですね、日本では大変有名なお店なんですけども、私にとってはですね、テレビマンとしてのもうよく言えば師匠であり、悪く言えば人生を狂わされてしまった人ということなんですけど、まあ非常にいずれにしろお世話になってるお方のお店、早速行ってみたいと思います。丸武さん、伺ってみたいと思います。丸武さんでございます。おはようございます。よろしく。あ、今大丈夫ですか。大丈夫ですよ。いつもお世話になっております。いやいや、こちらこそ、あいつが迷惑かけております。とんでもないです。こちらこそよろしくお願いします。今日はちょっとその職人さんの技術とかいろいろちょっと見させていただければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、はい。創業から80年以上の歴史を持つ卵焼き専門店丸武、まずはその技術に迫ります。卵をじっくりと焼いていくんですねと思っていたら、卵を焼くのは弱火でこうじっくりじっくりという、それだってね、品物は普通のものと一緒で硬くなるんです、はい、ある程度の強さのもので焼かないとふっくらしたジューシーなものはできない。ちょっと一瞬なんかガスのあれで弱火かと、ちょっと強めの焼き加減なの。いや、そうですね、どっちかというとほっとけば焦げちゃうような、そういうぐらいの強さじゃないです。それで品物をきちっと仕上げなきゃ。鍋じっくり見たら結構重そうな感じなんですけど、あの家庭で使うのとは違いますね。だからこんなの人もうちの場合ちょっと辛いかな。やっぱこれを家庭で再現するとなるとかなり難しいですか。難しいかもしれませんね。だから家庭には家庭の味があるじゃん。そのうちにとってそれが1番、うちは2番ですから。うちの場合、一切の形を作るためのいろんな混ぜ物はないんですよ。卵焼きと出汁だけなんですよ。だから焼くの難しいんですよ。例えば何か入れれば、はい、形はきれいに作る、焼けるんですけど、うちそれ一切してないです。その分、なんて柔らかいとかジューシーというか、はい、店舗2つあるんです。こちらはなんか、こちらはね、はい、焼きたてをね、一口サイズで、まあ、極端に言うとお売りしてる、買って食べてもらう。じゃあ向こうはお土産で。伊藤さんがいますね、こちら。あ、います、います。おはようございます。すみません、よろしくお願いします。はい、どうぞ。ね、お店の中失礼させて、あ、ありがとうございます。うわ、すごい写真があるじゃないですか。国宝級の写真じゃないですか、これは。巨人、大砲、卵焼き、こんな完璧な写真世の中にあったんでしょうか。すごいですね、これ。あ、あの台途中にね、はい、立ち上がってるのがね、はい、スカイツリーなんですよ。あ、本当だ。あ、お兄さん、あ、三尾さんでいらっしゃる。どうも、いつもお世話になっております。こちらこそ。すいません。え、あ、建設中のスカイツリーなんですね。そうなんですよ。うわ、すごい写真だな、これ。夢詰まってるな。あ、ちなみになんか天狗なんかもあります。あれはなんか特別な意味が。そう、これはね、昔ね、私がね、はい、天狗と友達だったからね、記念にもらった。天狗と友達、ね、こちらの店舗ではお土産や贈答用の卵焼きを多数販売。しかし大量の卵焼き、一体どのようにして作ってるんでしょうか。今回特別に撮影許可をいただき、撮
作業現場を初公開。私黒い服着てるんで分かると思うんですけど、うわこれやっぱり観光で築地来たらぜひね丸武さんの卵焼き味わっていただきたいと思うんですけど、なんかもう色ツヤがいいですよね。まずね、うわめっちゃいい匂い、うわこれいただきます。うん、ほんのりね甘さが効いてて、しかもねやっぱり焼きたてがねまたふわふわしててうまいですよこれ。うん、あ、美味しい。この卵焼きを食べに丸武に来てください。さあ今ですね、京急線大鳥居駅前にやってまいりました。すぐ背後にですね唐揚げの天才があります。京急線大鳥居駅の駅ビルの中に店を構える唐揚げの天才、改札口を出てものの数秒で店に到着します。相当ですね出店戦略練られてるんじゃないでしょうか。これ儲かってんじゃないですか。これ味の方も確かめてみたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。すいません、広報の方、広報のエトと申します。よろしくお願いいたします。まだ力入ってますよ広報さんが美人広報さん、なんか気合入ってますね唐揚げの天才。あ、どうも伊藤さんお世話になります。今回伊藤さん見てますか、島津が来ましたよ。待ってるじゃないです、ペロペロ舐めたいぐらいなんですけど。あ、あ、音が聞こえますね。ちょっとクリスマス仕様になってる。可愛いですよね。ねえ。なんかちょっと高級なんですよ。え、そうなんです。教えてください。あまり視聴者興味ないかもしれないけど、一応教えてください。地域に愛されるなんていうんですかね、アイコンみたいなものになることを願って、すごく高級な場所で作っているんですよ。そうなんです。あんまりその動画では流していただくことはちょっと難しいんですけど、はい、伊藤さん昔から藤屋のペコちゃんが大好きだって言ってて。そうなんですね。そうなんですよ。そこのなんかね夢が叶ったんじゃないかと思って伊藤さんの中ではと勝手に私は推測してたんですね。実はなんかねちょっと可愛らしいじゃないですか。ね、本人の写真なんか一切使わずに、なんか優しいおじさんがね、カーネル・サンダースみたいなことを狙ってるんじゃないかと思って、ね、日本のカーネル・サンダース、あ、そういうことか、チキンって、分かったぞ、伊藤さん、そういうことですか、カーネル・サンダース狙ってたんですか、伊藤さん、そういうことか、ペコちゃんじゃないんだな、え、冬の贅沢マヨネーズ、トリュフ風味、あれ。テリーさんもデリシャス、ね、期間限定のお味っていうのもその季節季節に合わせてご用意させていただいておりまして。そういうことなんだ、はい、ただね今年の冬だと贅沢マヨネーズといってトリュフをちょっと感じるような風味のお味をご用意しております。まだまだ伸びますねこれは。ちょっと厨房の中ね、はい、覗かせてもらってよろしいですか。はい、はい、お願いします。
はい、すいません、よろしくお願いいたします。お願いします。店長の中山と申します。あ、中山さんですか。はい、こだわりの唐揚げ、その極意をちょっと覗かせていただきたいんですけど。ぜひ、ちょっとだけですよ。ちょっとだけですよ。ちょっとだけですよ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、唐揚げ、まあ、大きく2種類を使って、まあ、いろんなフレーバーを作ってるんですけれども、はい、まあ、白の唐揚げと黒の唐揚げとあります。はい、白の唐揚げと黒の唐揚げ大きく、はい、まあ、すごい冷蔵庫の中まで出てきましたよ。こういう形で、もうあの仕込み段階で、まあ、あの来るものからそういう風にもう味が変わってるんですけど、はい、粉の付け方が、はい、白と黒で違いまして、はい、ほうほう、まあ、白の唐揚げっていうのはしっかり片栗つけて、はい、どちらかというとサクサク感、粉をつけてから一定時間ちょっと寝かしてるんですよ、はい、お店の冷蔵庫の方馴染むようにという感じですね。はい、で逆に馴染みすぎちゃうと今度固くなっちゃうんですけど、そこは麹のパワーを使って中が柔らかい唐揚げが出来上がってます。で黒に関してはいわゆる竜田揚げという形で、はい、あの揚げる直前に粉をつけることで、はい、まあそもそも固くならない唐揚げを作れてるので。ちょっとわかんないですけど、うわ気になりますね。ぜひ。ここで気になるのがお店のもう一つの看板メニュー、卵焼き。職人さんはいないはずですが、どうやって作ってるんでしょうか。あと一番のポイント、まあ、はい、唐揚げ屋ですけど、もちろんテリー藤さんこだわりの卵をこうやってお店で巻いてるので、直接やってるんだ。そうですね、一本一本お店で使ってる、お弁当に入れてるカットのやつもそうですし、あの1本でもちろん売ってるのも一つ一つ丁寧に従業員で巻いてます。でも誰でも焼けはしないですね。2、3日やれば、2、3日やればもうマスターできるような、全然2、3日で普通もあげるようになりますね。あ、もうきちんとこの焼き色の色が、これが基準。テリーさんがすごく焼き色にはこだわっていらっしゃって、どれが一番おいしそうに見えるって言ってるかっていうのをすごくこだわって、あのなるほど、プロデュースしてくださっています。ね、てっきり伊藤さん名前だけ貸してるのかと思ったんですけど、そんなこと全然ないですね。はい、もう一店舗一店舗オープニングセレモニーとしてあのいらしてくださって、でオーナーだったりとかお店の方を応援してくださったりとか、あとはその地域の皆様にご挨拶をしてくださったりとかっていうところで、チラシ配りじゃないけれど、そうなんです、そうなんです。お手書きって本当に横のつながりが大切なところで、はいはいはい、そうです。ここで初めてあの営業させていただくってことで、はい、あのテリーさんも一緒にご挨拶に、そうなんですか、絶対にいらしてくださいます。思いっきり稼ぐ気満々じゃないですか。やっぱカーネル・サンダース狙ってるな、あの人絶対すごいな伊藤さん。2020年1月の時点で4店舗だった唐揚げの天才、12月になった今その数は68なので70店舗。すごいなね。いや、みんな大好きだけど、大好きな分ライバルも多いジャンルだと思うんですね。その中で他店と差別化を図ってっていうのは並大抵のことじゃないと思うんですけど、1個 60g の唐揚げって結構ボリュームが大きいんですね。はい、でそのボリュームをどうやってその99円で出そうかって言った時に、その私たちワタミグループがもともと居酒屋をやっていたので、その中でその
鶏の仕入れのルートだったりノウハウだったりというのがあるので、その1個 60g 99円というその他社様よりも安くより良いものをご提供させていただいているということは。キャバクラスタイル、はい、なかなかこんなことで定食を食べる機会も伊藤さんが年齢層が高くて申し訳ないですよ。食べてみたいと思いますよ。忖度なしに、味見させていただきますよ。きめ細かい感じ出てますね。いかがでしょうか。うまい。ああ、これ塩麹の関係なのかな。柔らかいですね。山陽にふわっと胡椒の香りが鼻に広がるんですけど、すごいうまい。なんかこのもんがね、あの唐揚げの横っちょについてる肉が入ってない部分があれがまた絶妙に美味しいんですよ。あんまりそこまで意識しなかったんですけど、これまでの唐揚げ人生だって人生で相当唐揚げなんか食ってるはずなんですよ。それなのにちょっと感動しますね。うわ、びっくりした。このお店ではハイド199円で提供してるんですけど、また安いな。利益どこで出てんの。先ほどその雑学でカリカリでっておっしゃったんですが、おつまみにもぴったりで、お酒と一緒に食べていただくと、そこまで計算してるわけですね。僕もちょっと悪い顔で、相当したたかですよ。いやでもね、本当にこれお酒と合いますね。ちょっと一口じゃいけないレベルですけどね。ちょっとこちらも味わってみたいと思います。僕の顔よりはまあ当然ちっちゃいですけども、これぐらいだと、わっすー、これ遠近法ですよ。見てください、相当でかいですよこれ。うわ、どうだって感じですよこれ。いきますよ。また柔らかさが別の柔らかさですね。なんだろう、すごい桃感をすごい感じますね。桃のなんかあのプリッとしたところにガブッと僕が行った感がなんかすっごいあって、初めて言われました。これはうまいな。これ相当レベル高いですね。これが伊藤さん、すいませんでした。ものすごい美味しいです、伊藤さん。僕の辛味噌ですか。間近で食ってやる。あ、スパイシーが美味しいですね。これやっぱ3つ目で良かったなっていうのは、ちょっと食べる順番としてこれ先に行っちゃうと引っ張られる可能性があるんで、順番として3番目に食べるのが、あ、これでも美味しい。こちらですね、卵焼きもね、ちょっといただきましょうかね。実力確かめさせていただきますよ。あ、美味しい。これはもう昔懐かしい、なんかお寿司屋さんの味に近いですね。うまい。これそのままね、ご飯で、そっか、ご飯に合うんだなこれ。そっか、寿司だと思えばご飯に合うんだ。もう美味しかったですよ皆さん。うちの近所の店も行こう。ぜひよろしくお願いいたします。揚げたての唐揚げと、ぜひ伊藤さんこだわりの卵焼きをご用意してお待ちしております。ぜひお越しください。